まあ新曲ですから、いやいいですね、甘酸っぱい気持ちになりますしね、そういう声が芽生えるかもしれませんね、ロッキンでね、いいですね、フェスで恋っていいですね、キュンキュンしちゃいますね、あの報告楽しみにしております。さや恋はって何ですか。恋注意報の報告お待ちしております。あの夏恋注意報が発令されている皆様いかがですか、あの報告楽しみにしてます。そんな、ロッキンの話なんですけれども、アプリで過去検索でしていきましょうか。天気持ってくれればいいんですけれども、でも雨もいいです、あの傘を貸し借りしてこうね、あの移動中は傘を貸し借りして、あのそのね、イベント中はポンチョとか使っていただいて、あの気をつけていただきたいと思いますね。なんで声おかしかったですか、私裏ずってました、テンション上がっちゃいましたか ね、傘の貸し借りもいいですよね。あ、いいですね、可愛いの T シャツなかったら俺の貸してあげるよっていいですね。まあいろいろね、皆さんも頑張ってください。頑張ってくださいって言うと変ですけれども、楽しんでくださいね、楽しんでくださいね、頑張ることはないです、楽しんでくださいね。夏っていいですよね、夏ってなんだかいいですよね、妄想がはかどりますね。フェスはもうあのね、いろいろ楽しんでいただきたいと思います。見守ってます、私は皆さんから見守っております。いや、全く煽ってないです、全然全く煽っておりません、煽っておりません、全く煽っておりません。皆さんのね、あのお天気の情報しっかりお伝えしてきますので、全く煽っておりませんのでよろしくお願いいたしますね。やっぱりなんか粛々とやるべきですね、もうね、粛々とやるべきです。では早く飽きます、なんでなんでですか、そう、夏恋注意報発令されてますよ皆さん、夏恋注意報発令されてますので楽しんでくださいね、うん、私も全く煽ってないからな、そう言われちゃうのが辛いな、お願いいたします。皆様も巡る季節の中で、時の時間を大事に過ごしていただければと思います。今日も2時間また言われちゃうのかな、もう言われたくないな。間違った価値観、環境下ではあるかと思いますけれども、人を思いやる気持ちは大事に過ごしていきたいですね。フェザーミュージックの何も意味込めてないのにな。ということで天気の情報をお伝えしていきました。動揺が隠しきれませんね、スタッフさんもね。では報告見ていきましょう。